江戸時代、御家人というのは徳川家の家臣の中で旗本の下に位置する将軍へのお目見えも許されぬ身分であった。この松平残九郎、名門の家柄ではありながら無役の三十俵三人扶持という御家人の禄としては最低の境遇である。したがって稼がねばならない。しかしその時代、武士の副業は禁止されていた。そのため残九郎は大っぴらにできない片手技と称する裏の家業を持っていたのである。どうもこうもねえ。いや、ここんとこしばらく片手技にありつけなくてさ、3日ばかり川普請の仕事に出ちまったんだ。それで腰の筋をなるねえことはするなってことだな。あ、隅田お続けください。はい。毎日先ばかり食らってぬらくらしておるから、こういうだらしのないことになるのじゃ。松平家の人間ともあろうものが、情けない。このように。はい。先生、もうちょっと侍らしい片手は残念もんかな。それが旦那終わりなんですよ。旦那探し物はお得意ですか。探し物、何探すんで。あっしも詳しいことは知らねえんですけど、野田屋のご隠居が虎探してるらしいんですよ。虎？逃げた虎を捕まえるのですか。多分そんなところじゃねえかと。とにかく首尾よくめっけたら謝礼は重量ですぜ。虎退治か、面白い。お喜びください母上。明日から私を加藤残九郎清正とお呼びください。ぬか喜びはたくさんじゃ。親を泣かせおって、親分、黒目を押さえつけてください。そんなでかいの？何をするんですか？親分、情けは無用です。へいっ！旦那！ごらんなさい！あぁ！あぁ！みたいな！あぁ！おぉ！野田屋の隠居、清兵衛でございます。その方、虎を探していると聞いてまいった。はい、鉄斎の虎を探しております。鉄斎の虎か、強そうな虎だな。いや、何、腕っぷしじゃ負けねえや。俺を雇わねえかそれはとんだ勘違いよ。私が探しているのは結城鉄斎という絵師の描いた虎の絵の掛け軸でございます。掛け軸あ、そりゃそうだよな、本物虎なんかいるわけねえもんないや、まさかそのような危ない仕事ではございません、うん、では謝礼重量ってのは本当か。ああ、そっちの方は正真正銘、謝礼とは別に一日につき一部の探し賃を差し上げます。おー、随分と気前がいいね年を取るとご来生はのうなりましてな、欲しいとなったらどこまでも欲しい。
これも我ながら困った道楽です。鉄斎の虎ね、聞いたことありませんよ。まあしかし懸賞付きの虎だ、よほどの一品に違えねえぜ。まあ足もあちこち当たってみます。絵に描いた虎怖くありませんよ。お前、お前のことだ。おい、お前。ああ、お前ってのは俺のことか、それともこいつのことか。お前のことだ。あのな、見ず知らずの野郎にお前と言われる筋合いはない。ああ、おお、いい引導だな。お前、わしよりずっといい身なりをしとるな。だからどうしたんだよ。お前の仕事をわしに譲ってくれ。何だったの。いや、野田屋の隠居が言うにはだ、お前で10年雇ったからもう人手はいらんとこうだ。しかしわしはどうしてもこの仕事が欲しいんだ。お侍さん、ああ、こっちにも都合ってものがあるんです。いやいや、まあ聞け。こっちには幼い子が4人もおるのだ。しかも下の娘は病で死にかけておる。わしが稼がねば薬代はおろか食わせることもできんのだな。娘を助けると思ってわしに仕事を譲ってくれ。そいつは困ったな。一刻を争う病なのだ。お侍さん、ちょっとお話が。なんだなんだ。お気の毒とは思いますが、今日のところはこれでご勘弁で。無礼者、わしは譲りたがりではない。おい貴様、この穴子兵衛の助元しても何と心得る。海源氏の末流にして、かつては足利将軍家から出雲の守護職に任じられた尼子家の末である。姿高い。すまん、厄介なことになったな。狙われるぞ。兵衛殿とやら、あいにくとうちにも病に伏せる老婆がおってな。いや、同じ病なら若い方から助けたらどうだ。ああ、おい待て、わしの仕事。おい、待て。鉄斎の虎ね、どこかで聞いたことがあるような気がするんだけどね。どこで、どこで聞いたんです。だからもう今考えてんじゃないか。あ、めっけたら一言知らせてくださいね。謝礼は十両なんだね。ええ、残黒の旦那喜ばれますね。直接の代持ってって私がもらっちまおうかしら。勘弁してくださいよ姉さん。そんなことされたらあちゃ旦那にぶん殴られます。残九郎様、残九郎様、残九郎様。なんだ、さっぱりか。玄関先に妙な浪人が居座っております。この武将門がもう昼前だぞ。あれそう。おい、早く支度しろ。グズグズしていては重量取り損なう。おい、どういうことなんだ。まあ、実はな、昨夜浪江とも相談して決めたのだが、この際一緒に仕事をして稼ぎを半々で手を打ってはどうかと。まあ、待て待て、浪江ってのは誰なの。もろもわしの妻だ。するってと何か。俺に何の断りもなしにお前たち夫婦が勝手にお決め遊ばしたって、こういうことか。いやいやいや、 お主の気持ちもよくわかるが、しかしだな、娘の病が思わしくないのだ。旦那、頑張れお前。旦那、鉄斎の虎見つかりましたぜ。何見つかったか。え、返した。案内よ。俺ずるちょっと待って待って、ほら待て、支度するから待て。旦那、こいつは一体どれぐらいするもんなんだ。ま、こんなところでしょうな。5両な。50両か。とんでもない。500両。ご冗談を。50文でございますよ。これは鉄斎の虎の写しでございまして、これほど出来が悪いのも珍しい。これは虎ではなくて猫でございますよ。そんなところだろうと思ったわ、この間抜けが。
邪魔したな。おい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 、昼間から酒か。やかましいな、俺の勝手だろ。こんなところ野沢屋の隠居に見られたらどんなことになるか知らんぞ。一杯付き合い、それなら文句あるめ。おじい酒だ。よいか、おやじ。今でこそ尼子の家は廃れたが、先の合戦では大いに手柄を立て、一時は出雲、沖、宝器、秋、瓶を見まさか。この六カ国を我が一族の庭同然にしたものじゃ。先の合戦ってと、関ヶ原の。あんの、応仁の乱よ。そりゃまた随分と。いや、ところがだ、栄光盛衰楽あれば苦ありだ。配下の毛利元就めの裏切りにあって、領土のことごとくが奪われ、城を追い出される決めにあったのだ。どの辺だ。あと毛利元就が出てきました。楽しい酒飲んだぞ。じゃあ、こっちでいいんだな。そうだ、我が家、いや、屋敷だ。屋敷はこっちだ。これが奥の波江。小さいのが上から順に、例の虎の、虎之助、辰之助、高之助、そして娘の茶茶でござる。残九郎様、ようお越しくださいました。あ、やめに、どう。あ、いいえ、どうぞどうぞ、お上がりくださいませ。い、狭いうちですが、ずっと奥へ。どうぞどうぞ、遠慮のそらずに。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。これが病で死にかけている娘がかいね、元気そうでピンピンしてるな。いやいや、今朝方急に持ち直してな。いや、そんな細かいことはどうでもよいわ。これ置くよ。はい。酒はなかったか。あ、ただいますぐに。お虎殿。はい。お辰殿。はい。ちょっとちょっと。お酒をごんご、分かってますね。はい。あ、波江殿、どうかお構いなく、かような夜更けに子供を使いに出させては。あ、二人とも慣れておりますから。それに払いがたまっていて、子供が行かねばお酒を分けてもらえないのです。酒屋が戸を開けるまでの根比べですよ。武士は我慢が肝心です。わかりましたね。はいはい、じゃあ元気にいってらっしゃい。気をつけて。家分の心づきし、痛め入ります。いいえ、これしきのこと。残九郎様は兵衛殿にお仕事お世話くださった恩人です。この身を七に置いてでもご馳走いたさねばねえ。本当にお構いなく。俺がいつお前にしようと世話したんだ。え、うん、おい、子供の前でそう怖い顔したらいかんな。まるで干上がったカッパだね。だから水につけてるのや。虎がいねえんだ。虎が食ったくれちゃったよ。だらしがないね。トラ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 。あ、それ。トラ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 。あ、どうした。ご覧なさいな、誰かさんの探している虎ですよ。どこで見つけたんだ。ごひいきにしてくださってるお旗本からお預かりしてきたんですよ。値段の折り合いさえつけば売ってもいいって。いや、それは願ってもねえわ。本物なんだろうな。当たり前じゃないか。先代の殿様が鉄斎ご本人からいただいたってんだから。ありがてえ。おめえ、俺に惚れてんじゃねえのか。バカ。行くぜ、相棒。残九郎、儲けは半々だぞ。一分も負けんからな。私の探しておるのはこれではございません。おい、ちょっと待ってくれよ。こういった写真証明、鉄斎の虎だよな。本物かもしれませんが、私の欲しい鉄斎の絵はこれではない。
鉄斎って人は他にも虎の絵描いてるんですか？ご隠居、お探しの品はもしや鉄斎の虎の模写では？いや、虎というよりも猫のような虎では。模写、なるほど、それはあればぜひ見たい。親父、この虎はどこで知れた？ええ、この先の唐物屋のご主人が持ってきたんですがね、何でも長崎から届いた荷物の中に紛れ込んでたとかで。長崎の虎か、なんだか怪しいな。ああ、確かに。あの隠居も妙なやつだ。こんな絵のために10両の謝礼金とはな。しかも本物には見向きもせずにね。おやじ、この掛け軸もらおうか。へえ、ありがとう存じます。50文だったな。釣りはいらねえぜ。いえ、三両でございます。三両だ？お前この間来た時は50文だって言ったじゃないか。今は三両でございます。この親父なかなか飽きないがうまいわ。笑ってる場合じゃねえだろ。佐々木、貸せ三両。なんで私が。嫌ですよ、こんな下手くそな絵に。猫に困んじゃないか。なこと言ってる場合じゃねえだろ。叩けったらすぐ返してやるから貸せ。そういうことじゃないんですよ。私はね、まがいもんと分かっててみすみすつかまされるのは嫌だって言ってんです。三九郎様、お客様がお見えです。俺にか。その虎を20両で譲ってはくださいか。言っときますけどね、この掛け軸はクズ同然のまがいもんなんですよ。そんなことは言わずとも承知の上。ほら見ろ、お前三両で買ったってお前損はしねえじゃねえか。なんだこのブサイクな虎。こんなもんに20両も出すなんて、負けず劣らずの大バカですよ。何者だよお前さん。七種のゴンベとでもしとこうか。おふざけでないよ。こちらの素性などはどうでもよろしい。その掛け軸頂戴したい。どうしたもんかな。考えるまでもないではないか。20両だぞ20両。わしはどうしても教授にまとまった金がいるんだ。悪いな、この虎先約があるんだ。私が探していたのはまさしくこの掛け軸。軸先といい、この猫のような虎。はっ、ご苦労をおかけいたしました。ご隠居、例の謝礼金のことだがな。もちろん分かってます。約束の10両今すぐ。あ、いやしばらく。この掛け軸すでに20両の値がついておる。したがって謝礼金10両ではお渡しできかねる。これは奇妙なことを申される。どういうことでございましょうかね。それはこっちが聞きてえな。こんな三文の値打ちもねえ掛け軸、そんなに欲しがる本当のわけ聞かせてもらおうかな。わけを言わねば渡さぬとおっしゃるのでございますか。いやわけは言わんでよい。20両にて黙ってお渡ししよう。ダメだな。わけ聞かずに譲れってんなら50両だ。見ろ、言わんこっちゃねえ。虎の尻尾踏んじまったかな。セレ、ご飯もよか。ザクロ、あと任せたぞ。お前ら薩摩の範疇だな。ねえだろ、それは。ザクロ、ザクロ、
ったぜ、兵衛。わしが悪かった。やっぱりな、お前はそういうやつなんだよ。だから謝ってるではないか。これ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 見ろ。もうわしを責めるな。生きとるんだからいいではないか。なんという下手な絵じゃ。またこんなガラクタを持ち帰りおって。またかあの子には物を見る目というものが皆無。どこから持ってまいった。ああ。古物屋から三両で買ってまいりました。三両。なんという無駄遣いを。やはりお前を産んだのは一生の不覚であった。まあまあそうおっしゃるな。この虎見かけは悪いがなかなかの掘り出しもんでしてね。どこのドブから掘り出したものやら。200〜300両、いやことによると千金の値打ちのある代物でしてね。また口から出任せ申しおって。現に50両で買いたいという申し出もあったんです。50両。言われてみればどことなく愛嬌のあるおもざしじゃの。これこれお前を返す返すも物の値打ちの分かる50両じゃ。黒50両、うん、黒、うん、大丈夫か。黒七しの権兵衛か。いいところへ来た。この絵図の言われ聞かせてもらおうか。それはエゲレス製新式銃のピヒュン・イソーランズだ。どれほどのもんなんだこいつは。その鉄砲一丁で火縄銃十丁にも勝るという代物だ。読めた。こいつを薩摩藩が密貿易で手に入れ、お前さんがさらにそれを横取りしようって寸法だな。薩摩がその鉄砲を大量に作れば武力は幕府をしのぐ。天下の乱れるもとだ。お前さん抗議のお庭番だな。ことのあらましはこうだ。半年ほど前、こちらの手の者が旅絵師に化けて薩摩に潜入し、首尾よくその絵図を手に入れた。ところが長崎で薩摩の追っ手に追いつかれてしまってな。やられちまったのか。ああ、しかし殺される寸前に絵図を手持ちの掛け軸に隠し、江戸行きの船りの中に紛れ込ました。ここまで話せば否やはあるまい。その絵図
20両で譲ってもらえような。どうしたもんかね。何？だってこれはもともと薩摩藩のもんじゃねえか。だったら薩摩へ返すのが筋ってもんだろ。お上に手向かい出す気か。相手が誰であろうと盗人の片棒は担げねえや。お上にそう言っといてくれ。私のタバコ入れ知りませんか。タバコ入れなどどうでも二十でも新しいのを買えばよい。三九郎様、はい、こちらへお座りになって拝見なさいませ。さよさよ。ちょちょっとか。どうなされた。長屋を追い出されてしまいました。こちらに来ればなんとかなるとうちの殿様が言っておりましたんで。殿様はどこだ。はい、あちら。すまねえな、しばらく預かってやってくんねえか。でもいつの間にこんなにたくさん。俺が作ったわけじゃねえだろ。お前さん、やっぱり。よっ、梨つけといた。しばらくここでやっかいになってくれ。これもありだ。すまん。なんだお前らしくもね。野田屋の隠居から金せしめてくれよ。ありがとうございます。黒の旦那のタバコ入れです。するとやはり三九郎殿が下手人ということに。おい、雷明かし。やるわけねえじゃねえか。しかしな、残九郎、下手人はお前だっていう垂れ込みがあったのだ。お前それ信じてんのか。信じたくはないが、死体のそばにお前のタバコ入れが落ちてた。もし開きができるか。それな、昨夜盗まれたんだ。そんな言い逃れの決まり文句が通ると思ってるのか。嘘じゃねえって。では誰に盗まれたんだ。七市のゴンベって高位のお庭番だ。お前、お前わしを馬鹿にしてんのか。いいか伝三郎、おいらが捕まりゃこの絵図は奉行所から若年寄りに渡る。七市のゴンベはそれを見越して俺を下手人に仕立て上げたんだ。汚いやり方だ。罪もない隠居まで殺すとは。
すごいやり方だぜ。これからどうするつもりだ。お前の屋敷はもちろん、船久にも東八にも奉行所の手は回ってるぞ。やっぱりここにいるのが一番安心かな。何？だってそうだろう。与力の役宅にお尋ね者がかくまわれてるなんて誰も思わねえじゃないか。バカを言うの。わしの立場どうなる。与力のしての立場まだいいとして、夫としての立場が。なんだ、どういったのか。このお尋ね者をうちに置くおつもりですか。どうなのです、はっきりおっしゃいませ。ほんの二三日、いや一晩くらいなら。情けない。お前様は人が良すぎます。三九郎様がそこにつけ込んでお前様を利用しているのがわからないのですか。つけ込んでって俺はたくなんじゃねえんだからさ。そうではありませぬか。あなたが厄介を起こすたびにうちでは迷惑しているのです。いや無理だ。私とて伝三郎弱い六つの時、こういうために落ちている伝三郎をわしが住んでるところで引き上げなければ今ここにはいないんですよ。かくなる上は私と三九郎様のどちらを選ぶか、あなたに決めていただくよりほかございません。無茶を言うな。ここはお互い我慢をしてだな。わかりました。わかってくれたか。ええ、残九郎様を奉行所に訴えてきます。いやいや、訴えるのは致し方ない。しかしわしをかくまった門で伝三郎の立場はまずまし。卑劣な。はい、待ちなさい。はい、晩飯の時ついでに。お主も大変よな。四人も子を抱えてどうやって食っていくつもりだ。尼子といえばかつては天下に名を馳せた家柄。このまま立ち腐れにしておくにはあまりに惜しい。どうだお主、尼子家を再興するつもりはないか。何をバカな。それは夢だ。夢はこの世ではかなわん。わしが叶えてやろう。いともたやすいことだ。お主の子を旗本の養子にし、元服して後分家させればもうそれでよい。お前にそんなことができるのか。できる。すでに上様のお許しもいただいてやる。一つだけ条件がある。新式銃の絵図を上様に献上しなくてはならん。その取引をなさるおつもりですか。言うまでもない。天正六年にお家が滅んで以来260年ぶりに巡ってきた千載一遇の好機、尼子家最高の夢が叶うのだ。では残九郎様はどうなるのです。あの方が人殺しの汚名を着せられたまま葬り去られてもよいとお考えですか。背に腹は変えられん。兵衛殿、よくお聞きください。私は四人の子供のために着物も売り道具も売り、武家の女としての誇りも売りましたけれども、その上魂まで売ろうとは思いませぬ。家内が。ほら、ご病気ですか。いえいえ、実家へ帰って。やめたか。お前さん、また何かやらかしたんですか。ちょっとな。がえ。おう、兵衛。どうした。いや、どうもせん。残九郎、わしな、わし、お前の顔見に来たんだ。すまなかったね、この間取り損なっちまって。
気にするな。あ、それよりな、例の新式銃の絵図というやつな、あれわしにも見せてくれんか。いいよ。燃えてますよ、魚。あ、で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 、あ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 、猫も食えねえ、あ、なんだこれ。すまん、ちょっと考え事したもんで。お前さ、逃げちまったものくよくよくよく考えたってしょうがねえだろ。何を言うか。お前が、どんどん、お前が、どんどん、お前が、どんどん、どんどん、どんどん。また仕事を頼みたい。今度は一人切ればよい。兵衛はまだ帰ってこねえのか。ええ。あの絵図を持ったまま消えてしまったってわけか。波江殿は行く先を知らんのか。それが波江様は泣いてらっしゃるばっかりで。泣いている。何を聞いてもお答えにならないんですよ。波江殿、兵衛殿はどこに行かれた。兵衛は死にに参りました。絵図は手に入ったか。では早速上様に献上しよう。いや、その前に天子家を旗本にするという話だが。安心しろ、約定は必ず守る。その約定のことだがな。悪いが保護にしてもらいたい。保護に。さよう。考えてもみろ、天子家は烈気とした近江源氏の末流、それに引き換え徳川家などはたかだか三河の草の中から湧いて出た出来星大名に過ぎんではないか。格から言えばこちらが上、上様の方がわしの子の家来になって当然なのだ。では天子家最高の望みは。天子家最高の望みはな、買いにするわ。早くバイトレー。手向かいはせん。好きにしろ。ただし残九郎は助けてやれ。隠居殺しの消し人はわしが引き受ける。
そ首叩き落としてくれるわ。死ぬってのも難しいもんだな。バカ！心配かけやがって！まあ、またそうやってすぐ怒るお前の悪い癖だぞ。少しはな、よく物を考えろって言うんだ。てめえが死んだら、あの可愛い4人のガキどもはどうするんだ。いや、4人ともお前に預けるつもりでいたんだ。俺にだと？うん。いや、もしわしが死んだらな、子供を連れて残黒のとこ頼っていけと浪江にもそう言っといたんだ。でも焼いても食えねえやつだお前は。おう、どんでもろ、野田屋殺しの下手人だ。あ、ご苦労さん、ご苦労さん。はい、ご苦労さん。解き放す。もう行ってよいぞ。もうお前さんのおかげでひどい目に遭っちまったわよ。おいらのせいじゃねえよ。お前この雷起こしが融通が効かねえんだ。おい、私はお前のせいで金に逃げられたんだぞ。おや、まだ帰ってらしてないんですか。お早いお帰りを。また一緒に遊ぼうな。兵衛のやつ行っちまったのか。ええ、よっぽど引き止めようかと思ったんですけど、なんだか悪いような気がしてね。なんだ、せめてお別れぐらいしたかったのにね。そうそう、二人に書き置きを残していきましたよ。佐吉のおばさんはひどいわね。子供から見たらとうにおばさんですよ。はい、おばさん。行っちまったか。この頃ネズミがめっきり減ったようでございます。おう、それは奇妙な。この絵を怖がってお隣へ逃げたんじゃないかと。ネズミがの。さすがは大千金の虎猫ちゃん。
奥向きに勤めていると我が身を律して過ごさなければなりません。失態のないよう、人様に後ろ指の刺されぬようつつがなく、ただただつつがなく。俺はね、姉上ならあんなくだらねえことで手打ちにしようなんて奴らを説得してくれるぞ。次回御家人ザンクロー、ご期待ください。